アンブローズ・パウェル・ヒルは、南北戦争の時の南軍将軍である。ヒルの軽装師団の指揮官として、早くから名声を上げ、ストーンウォール、ジャクソンの有能な片腕となった。後に、ロバート・イーリーの北バージニア軍で、軍団指揮を務め、南北戦争終結を目前にして戦死した。その部下たちには、小さなパウェルと呼ばれたヒルは、バージニア州、カルペパーで生まれ、 アメリカ陸軍士官学校を1847年に卒業した。この時の成績は同級38人中15番目だった。将位として第1アメリカ砲兵連隊に配属された。米北戦争とセミノール戦争に従軍し、1851年9月に中尉に昇進した。1855年から1860年。 合衆国の海岸測量に携わった。1859年、若い未亡人キティモーガン・マクラーグと結婚し、後に、南軍の騎兵将軍となるジョンハントモーガン及び、ベージル・ダブル・デュークとは、義形邸になった。1861年3月、南北戦争が勃発する直前に、アメリカ陸軍から退役した。バージニア州が、合衆国から脱退すると、 第13バージニア風評連隊の大佐に任官され、第1次ブルランの戦いで頭角を現した。翌年2月には順位に昇進し、ポトマック軍の旅団を指揮した。1862年の半島方面作戦では、ウィリアムズバーグの戦いでの功績によって、さらに昇進を果たし、少々として、ロバート・イリーの北バージニア軍でも最も結出して、成功した、 師団指揮官の一人となった。ヒルの軽装師団は7日間の戦い、シーバーさんの戦い、第2次ブルランの戦い、アンティータムの戦い及びフレデリックスバーグの戦いで、その優秀さが認められた。その師団は、ストーンウォール、ジャクソン軍団の一部となった。1863年5月のチャンセラーズビルの戦いで、ジャクソンが致命傷を負った後、 ヒルは短期間軍団の指揮をとり、自身も負傷した。ジャクソンが死んだ日のタッカーレーシー牧師の証言によれば、ジャクソンは、昏睡状態の中で、ヒルに対する指示として、ペンドルトンさん、ヒル将軍はどこにいる彼の旅団を前に出して、敵の側面を一周しろと伝えてくれ。と言ったとされる。チャンセラーズビルの戦いの開戦時に、ジャクソンの有名な側面行軍を思い出していた。 可能性がある。ジャクソンの死後、ヒルは中将に昇進し新しく作られたリー軍の第三軍団指揮官となった。ヒルはこの軍団を率いて1863年のゲティスバーグ方面作戦、同じ年秋の方面作戦を及びオーバーランド方面作戦と1864年から1865年にかけてのピーターズバーグ包囲戦を戦った。ヒルは生きて、 南軍の崩壊を見たくないと言ったことがあり、1865年4月2日に、わずか一人の参謀士官を伴い、馬でピーターズバーグの前線に出た時に、北軍第138ペンシルベニア連隊の、ジョンイリー・モーク5長に殺された。ヒルは戦争中の論争を免れなかった。脆弱な体質でありしばしば病気に苦しめられて、ゲティスバーグ、 公お及びスポットシルバニアコートハウスの核、戦いでは、その有効性を現じた。歴史家のラリータッグは、昼のことを常に感情的で、戦闘前にはひどく消耗しており、戦闘が始まろうとするときに体調が優れなくなる、傾向が増した。と言っている。この傾向は、彼の示した自信たっぷりな態度と、戦闘的な姿勢によってある、程度釣り合わされていた。 彼はしばしば赤い毛織の狩猟用シャツを着ており、これを戦闘用シャツと呼んだ。戦いがまさに始まろうとするとき、部下の者たちは小さなパウェルが戦いのシャツをつけたという言葉を伝えて武器のチェックを始めた。ヒルは一般兵にも愛着を抱いており、ある士官は彼のことをリーの将軍たちの中で最も愛すべきものと言った。 彼のやり方はあまりに丁寧でほとんど決断を書いた、とも言われたが、その行動は請求であり、決断を書いてはいなかった。ただし時には、判断を書いた。ゲティスバーグでは、リーの全軍が揃う前の7月1日に、ヒルの取った無効ずな行動は広く批判されてきた。それでもヒルは、この戦争で両軍から最も高く尊敬された、将軍の一人だった。 ヒルが少々の時、ロバート・イーリーは南軍の当時の少々では最善のものと書いた。ヒルはまさに決定的瞬間に戦場に到着し、勝利を確保するという評判を受けた。ストーンウォール・ジャクソンはその死の床の上ごとでヒルに戦闘準備を要求した。リーもまたその臨終の時にヒルを呼んだという記録もあるが、最近の医学の意見ではリーは 最後の病気の時に話すこともできなかったと考えている。ロナルド・ F ・マクスウェルの南北戦争映画、ゲティスバーグとゴッドジェネラル、伝説の猛将にヒルが登場する。ただし、演じた俳優は2つの映画で別のものだった。ゲティスバーグでは、歴史家で南北戦争の再現家、パトリック・ファルシによって演じられ、ゴッドジェネラル、伝説の猛将では、 性格俳優、ウィリアム・サンダーソンが演じた。ありがとうございます。